こんにちは。ニールセレクトショップの玉江です。私たちはインターネットで腕時計の販売をしています。このニールチャンネルでは、腕時計の魅力とか、つけた時の楽しさなんかを皆さんにお伝えできたらいいなというふうに思っています。よろしくお願いします。今日はこちらのカシオのオシアナスですね。オシアナスの最新モデル、クラシックラインというラインから出た最新モデルの OCWT4000 の紹介をしていきたいと思います。今回ですね、この T3000 というこの一つ前のモデルがあるんですけれども、こちらベゼルにインデックスが入ってたりして、ちょっとまあそういうのを取り払ってですね、さらにシンプルに進化させたようなモデルになっております。でシンプルにしたんですけれども、エレガントさも加わって、まあオンでももちろんつけていただけますし、オフでもかなり重宝するんじゃないかなというようなシンプルモダンな感じのデザインになって新登場となっております。機能としましては、前作の T3000 と同じように、Bluetooth でスマホと連動しますので、スマホから時刻を教えてもらって、自動修正するのはもちろんですけれども、スマホがない状態でも、電波塔の電波を受信して時刻修正しますので、マルチバンド6ですね、地球上の6カ所の電波塔の電波を受信できますので、時刻修正いらずということで、普段も重宝して使っていただけるんじゃないかなというふうに思います。ではこちらですね、 T4000 のディティールの部分について詳しく一緒に見ていきたいと思います。はい、こちら左が前作の T3000 ですね。右が T4000 です。ベゼルのやっぱり数字を取っ払ったことでかなりシンプルになって、文字盤自体が見やすくなっているというのが分かると思います。あとはその研磨とかはね、ほとんど一緒なんですけれども、変わった点といえば、このボタンの形状が、前作はこの四角いボタンだったんですけれども、 T4000 はこういう丸いボタンになってより押しやすくなってますね。あとはちょっとスポティな感じがしますね。左はちょっとドレッシーな感じがする T3000 と、こちらちょっと丸ボタンになってスポーティな感じになった T4000、 そんな感じになっているかと思います。日本の山形の工場でですね、職人さんが一つ一つ研磨をしているんですけれども、このベゼルのですね、上の部分はヘアライン仕上げになってね、でもこのサイドの部分見ていただくと表面仕上げになってます。ヘアライン仕上げとこの表面仕上げっていうのをですね、交互に織り交ぜることで、このキラキラと輝く高級感が生まれてます。バンドも表面はヘアラインですけれども、このコマの内側ですね、こちらは表面仕上げになってますね。表面の部分がキラキラと輝いて、コマ自体が輝き放つような、そんな風なデザインになってますね。すごくやっぱり繊細な仕上げで、さすがは山形のね、工場で作られただけのことがあるなというふうに思います。こちらの 6G1 のインダイヤルですけれども、別の国の時刻を表示することができるようになっています。6G1 のモードのダイヤルには、今日水曜日なので、ウェンズデイのダブルのところに針が行ってますけれども、あとはストップウォッチとか、アラームとか、そういうのをここで切り替えて使うことができるようになっています。12G1 のこちらのダイヤルはですね、24時間キーになっておりまして、今、昼なのか夜なのかということを表しているということですね。21にはオシアナスのロゴと、ここにマンタのマークも入ってますね。はい、もう一つのカラーリング、T4000A の 1AGF です。こちらのモデルの一番の特徴はですね、ベゼル部分に、耐摩耗性に優れた DLC 加工のブラック DLC ですね。ダイヤモンドライクカーボンということで、ブラックの加工がされています。これ傷がすごくつきにくいということで、一番傷つきやすいこのベゼルの部分にそれを施すことで傷を防止しようというところですね。インデックスもですね、この横から見ていただくとダークブルーのインデックスが入ってますね。すごく立体的で奥行きを感じるようなインデックスが入っています。少し細かくて小さな字で見にくいんですけれども、この都市表記ですね、時計でワールドタイムを合わせるときはこちらの都市名を使って合わせていただくと、そういうことになります。無反射コーティングはサファイアガラスにされているので、横からの視認性とかもすごく高くなっていますね。今回バンドにもですね、ちょっと特殊な部分がありまして、腕時計ってぴったりに合わせて朝つけてですね、仕事に行ったりすると、夕方ぐらいになるとちょっとまあ疲れてくると腕がむくんできたりとか、例えば夏場はちょっとあんまりきつく締めるの嫌やなとか、冬場は締めててもいいけど夏場汗かくから嫌やなみたいな時は、わざわざこのコマまたね、詰めて調整したりとかしたら大変なんで、そういう時は、このオシアナスはですね、こちらに細工がしてありまして、このプッシュボタンをですね、両方押しながら
振っていくと5ミリぐらいこう長くなるんですね、バンドが。で、もうこうしながら入れると縮まると。こういう機能がありますので、ちょっときついなっていう時は、ここを調整してもらって緩めてもらうと、いいのかなというふうに思います。はい。また再びね、両方ちょっとお見せしますけれども、T4000 の方はですね、このインデックスがシルバーになってますよね。インダイヤルと文字盤のね、色、まあ大体同系色に合わせることで、かなりシンプルな仕上がりになってますね。このベゼルの中のリングだけちょっと青い色をね、入れてますけれども、これ、ホシアナスブルーですね。ホシアナスはまあ青がテーマカラーになってますので、ここに青を取り入れることで、ホシアナスらしさを出しているという感じですね。カードこちらはもっとダークな感じですね。ベゼルも黒になってますし、濃紺のね、インデックスを入れることで、すごく渋いデザインになっております。ホシアナスにはスマートフォンリングという機能がありますので、それで時計とリンクさせます。今、セルフチャージというところで、どれだけ今チャージができているか、5つのうち3つ、充電されているよということがわかります。あと、まあ、ワールドタイム機能ですね。こちらの画面でワールドタイムを設定することができます。今、東京と UTC ということになってますけれども、ワールドタイムが今、6時の位置で表示されてますよというふうに書いてますけど、これ、この、入れ替えボタンを押すと、ひっくり変わります。はい、ひっくり返りましたね。で、これを時計に送るというふうにすると、時計の方が連動して変わると。はい、これでまあ入れ替えることができる。リアルタイムなんで、サブダイヤルとメインダイヤルの入れ替えができると。サブダイヤルの部分のどこの国に設定するかっていうのが、ここでできるんですけど、今 UTC になってますけど、UTC クリックすると、サブダイヤルどこでにするか。まあ、ここで都市を選んでもいいんですけども、もっとまあ直感的に世界地図で選べば、ホノルルにしようかなということであれば、ホノルルの設定をすれば、これが時計に送られると。直感的で使いやすいですよね。あとはこのガイドがあるんで、まあほとんどの時計の使い方がわかります。まあワールドタイムどうやって設定すんねんっていうところとか、あとはストップウォッチどうやって使うねんっていうのは、ここで見たらわかりますし、時計のマニュアルを見るっていうところで、カシオさんの取扱説明書のサイトにも飛ぶことができるので、すごく便利になってますね。まあこんなオシアナスコネクトにつないでもらって、より快適に腕時計を使っていただくといいと思います。両方ちょっと合わせて見てみるとこんな感じですね。T4000 の方はお値段がニールで買っていただくと7万7000円になります。こちらの T4000A の方ですね。これDLC 加工が施されているということで少しお値段上がるんですけれども、84,700円ということになっております。両方とも使い勝手のいいサイズ感でですね、ケースの直径が42ミリ、厚みは 11.9 ミリということになってますね。つけるとこんな感じですね。日本人の腕にちょうどいいのがやっぱ42ミリぐらいなのかなというふうに思いますけれども、大きすぎず、小さすぎず、薄さも 11.9 ミリで全く厚みは感じないですね。スーツでもぴったりじゃないですか。はい、いかがでしたでしょうか。こちらの時計のですね、詳細については概要欄にリンク貼っておりますので、そちらからぜひ詳しいことはお調べいただいたらいいかなと思います。他にも何かこんな時計を紹介してほしいとか、こんな特集組んでくれへんかなみたいなことがありましたら、コメント欄にお書き込みくださいましたら、検討させていただきますので、よろしくお願いします。本日の動画がここまでになります。ではまたお会いしましょう。さよなら。